よろしくお願いします。まず小林さんにお聞きしたいのですが、はい、やはりあの遠藤哲也選手、はい、バーニングを、ね、はい、率いて、まあ、ここまでやってきてますけども、はいはい、どのように最近の遠藤選手見てますか。そうですね、はい、まあ、体つきもまた一回り大きくなってきたような、そうですね、感じがしますし、はい、そちらあの逆にチャンピオンの土井伸樹選手はどんな印象をお持ちですか。はい、いや、あのドラゴンゲートでやってた頃から、はい、注目はしたんですけど、はいはい、最近の活躍はすごいですね。あの全日本プロレスも世界ジュニアのベルトもね、はいはい、取りましたし、さあいきなり遠藤が、お、ここはフェイントだ、しかし土井が、これは お互いが読みに読み合って、さあどうなる、遠藤がパワーで持ってきましたね。そうですね、ここがもう増量の効果が出ているといったところでしょうか。さあそして原島選手はこの土井選手どのような印象をお持ちでしょうか。あの自分も本当試合ね、はい、来た時にして、そうですよね、やっぱ動きが早いですね。はい、今ね、もう各団体で活躍しておりますし、はい、選手です。上手くて強い選手ですね、はい、でもこう見るとやっぱり遠藤も動き早いんですけど、はい、遠藤それプラスこの体格で動けるというのは、はい、だいぶ力が強いと思います、はい、体をさらに大きくしましたのでね、はい、さあここはワンで返していきます。ミナル級谷さん、またあのこちらの試合もですね、先ほどの上野選手、サムライデルソク選手の試合同様、またハイスピードが予想される。そうなんです、動きが速すぎてちょっと、はい、追いついてないですよ、ね、暴走マッスル、まさに暴走マッスルだけ言われてます。上野選手のねパワーとパワーのぶつかり合い、そうですね、もうね速さもありますので、もうでもあの小橋さんはあの、はい、戦前のインタビューで、はい、もう遠藤君がもう一つさらに上へ行くためにも絶対に勝ってほしいという、はい、そうですね、はい、あ、ね、エールを送っておられましたけども、バーニングを率いている以上は、はいはい、頑張ってほしいなと思います。なるほど、秋山純選手もね、先ほどあのエクストリームのベルトを見事防衛しましたのでね、はいはい、これであの遠藤選手がユニバーサルのベルトを取るとなると、はい、バーニングに2つ目のベルトが、そうです、はい、ということになりますのでね、ね、土井選手があの名古屋でカノン選手を倒し見事防衛果たした時に次の相手として遠藤選手を指名したんですが、その日なぜかじゃないですね、ちょっと体調不良で遠藤選手あのその場にいらっしゃらなかったんでね、ということがあったんですが、もう土井選手からしたらもう DDT に来た時からもう遠藤と戦いたいというふうに思いましたね。そうなんですか、はい、そういったですね、もう遠藤君というのは光栄なことですね。そうですよね、もうこういう他団体のといいますか、ね、方から注目されるということですから、そうですね、はい、お互い先の先を読み合う展開が続いております。ちょっと足心配ですね、今ね、ちょっと膝でしょうか。で遠藤はあの、はい、今日この試合すごいこうかけていて、はい、あのコスチューム新しいんですよ。あ、確かに変わってますね、はい、そうなんですよ。で、見えるかな、ちょうど足の 横のところになんかオレンジがあるんですけど、はい、今見えましたね、はいはい、さっき気になったから聞いたんですよ、何これ、はい、カブトムシの羽だそうです。さすがカブトムシをね、たくさんあの、はい、カブトムシ、外羽、内羽ってあるんだけど、その内側の羽をなぜかモチーフにするっていう、内側の羽を外側にデザインされてる感じですね。じゃあ、はい、あとあの、はい、コスチュームよく見るとヘラクレスオオカブトとか隠れてるんで、はい、後でいろいろみんなも、ね、探してみてください。はい、はい、俺やろー、大選手が、あ、見えましたね、今見えました。原島さんありがとうございます、今見えました、はい、綺麗なデザインですね。そうですね、確かに遠藤選手今日からコスチュームが変わってますね、はい、昆虫大好きですからね、カブトムシクワガタいっぱい飼ってますもんね、
オレンジ、オレンジ、カブトムシのオレンジですか。デザインがですね、あ、はい、僕のオレンジじゃなくて、あ、いや、あ、でも色は多分そうです、小橋さんのオレンジ で、デザインがカブトムシの羽、はい、小橋さんとカブトムシさん の、 あのコラボ、コラボですね、すごいですね、そんなコラボ、はい、いや、もう原島君、はい、遅いよ今、ちょっとピンチですよ、足やばいですよ、結構絞られてます、確かに複雑なね、はい、関節技はされてますね、さすがですね、こちらも、うまいね、ルーツーティーでもうジャベをね、あ、やっぱテクニックすごいですよね、さあ今足をもうちょっと、もうこういうとこをやっぱり土井なるき見つけるのが早いんでしょうかね、原島さん、やはりそうですね、でやっぱ遠藤 の、はい、あの機動力をとりあえずこれで解こうと、はい、やってるんじゃないですかね、そうですね、足を攻めていきます、土井なるき左ですね、あ、左ですね、はい、ごめんなさい左です、はい、ちょっとごめんなさい、鏡でもあんのかな、これ、すいません、足って一応弱点にもなるんじゃないですか、はい、そこはやっぱね、急所して狙ってくるのが大変ですよね、もうそこはやっぱ百戦錬磨のチャンピオンですね、もうちゃんと見逃さないところがあります、足を必要に攻めていく、エマさん、さあ、あより大きくなった遠藤コール、やかましい輪が逆効果となりました、これ土井なるきも会場の空気を作るのうまいんですよね、はい、今の声援はもう土井なるきへの応援になってますよね、そういうことですね、しかしまあ非常なる攻め、足攻め、ロープを絡めて、左足はこれは耐えてる、左足へドロップキック、こうなってくるとでも小林さん、あの遠藤哲也としてはいろいろとあの、ね、バーニングスタープレスなどの奥技に持っていきにくくなりますよね、そうですね、はい、なんとか今のこの攻めが出したいですよね、はい、ですね、もう必要なまでの足攻め、4の字固めの体勢に入っております、さあこれは苦しい遠藤哲也、ロープが遠い、ただ遠い、足ゆっくりと逆にそう、あ、ひっくり返した、4の字固めひっくり返すと武田が、しかし回転が速い、武田側が痛くなる4の字固めの点を利用したんですが、これはダメージがまだ残っております、遠藤哲也、こういうとこですね、原島さん、そうですね、はい、もう空気はすぐに土井なるき、はい、あの横から蹴ると危ないですよね、そうなんですね、ここはさあバックドロップで投げた、しかし足をちょっと気にしてますね、遠藤哲也ね、これは小林さん、やはりあの膝とかにちょっと痛みがあるとバックドロップとかもちょっと何でしょう、いつもよりもそうですね、高さがなかったですよね、なるほど、持ち上げ切れなかったっていうか、そういうことなんですね、それでもスイング DDT、 今のもちょっと高さがなかったですね、低かったですね、やはりは膝のねダメージが残っているのかもしれません、遠藤哲也コーナーを切れなかったですね、今、なるほど、かなり痛めてますね、そうですね、だいぶもうこういうこともすべて土井なるきはもう計算の上で、そしてキングシして場内の観客を挑発していきます、お、しかし、お力が強い、すごいですね、腰のあたりをですね、今アトミックドロップ、はい、はい、
パワーボールと思いきや、ね、やっぱセコンドというかね、フェイントなんですね。受け身が、受け身の振りはないですね、あれは。遠藤哲也が膝を攻められているならば、もうこう遠藤は土井の腰を先ほどから狙っていくようにしてるんですかね。ですか。しかし、プッシュアップで行っていないぞと。しかしこれは、そうそうそう、すごいすごい、どれだけ意地張るかですね。そうですね、ロープに何とか手が届いた。余裕そうに見えたんですけどね。そうですね、やはり今、ね、腰のあたりをね気にしていたので、そこも遠藤は見ていたのかもしれません。さあここはオーチャーラックの体勢、あしかしここを寄せ、を狙っていきます。お互いのこのなんか一点攻めをねし合う試合となっておりますね。遠藤がなかなかね立ち上がれない、立ち上がるしかないですね。そうですよね。ここはどうでる、持ち上げたいんですけど腰が痛くてね、今一気に上げられなかったですよね。なるほど、土井なる木もドイファイズの体勢にね持っていきたかったんですけど、腰のダメージが、さあ、おお、これはもう研究していますね小橋さん。もう読まれてましたね今ねえ、はい、いやハンドスプリングの状態を読んでいて、顔面低空ドロップキック、やってください、さらに、あ、これはペースタグへ、これはダメージが大きい。あの鉄柵に当たると痛いですか。痛いです、あの鉄柵鉄でできてるんですよだから鉄柵っていうんです、はい、そうなんですね。痛いです、はい、その鉄柵をぶつけていきました。やっぱどう利用するかっていうのもね一つのこの鉄柵もなんですから、うん、おっと、あさあ煽ります、煽ります、煽った状態で、お、遠藤がこれは遠藤スペシャル、飛びましたね小松さん、今、うん、膝痛い状態でも、そうですね、はい、これ遠藤選手にもダメージはありますかね。ありますね、ありますね。今のはもうちょっともろ刃の剣となったか。しかしでも見事でしたね谷さん、見事ですね、東京ドームでも湧いてましたから、はい、もうそうです、2021東京ドームでもですね遠藤スペシャルを見せておりました。胸を戻してチャンスですよ今、そうですね、さあ遠藤このチャンスを生かせるか、さあフォアムからボールに入る、しかし返す、まだまださらに攻めていきます。遠藤哲也、次は何を狙っているのか、これはさあ持ち上げて、あーしかし、あー膝がここで相手の体重の重さも加わりますからね。なるほど、それがダメージもなってね。さあこれバカタレスレディングキックは読んでいた、そしてそのままのフーンこれも読んでいた、お互い読み合いだ、そしてマルメコティング、さあお互い先の先を読み合ってますね小林さん。そうですね、はい、今どっちが有利な感じに見えますか小林さんから。今ちょっと土井選手の方が有利なような気がしますね今。なるほど、自分のペースに持っていきたい、やっぱり立つのも早いじゃないですか
そうですね、やはり足へのダメージが土井選手の方が立つのが早い、はい、凍結やダメージがあるかもしれません。足を止めていっちゃうと、はい、遠藤の方が体重がある分有利かもしれないですね。なるほど、うん、その足を止めて打ち合うと膝へのダメージというのはそんなに、はい、ないですから、はい、体重が重い方、ね、筋力強い方やっぱ有利になりますからね。なるほど、うん、これを誘うということは、はい、どういう分なんか考えてます。なるほど、考えがあって誘う、はい、おあー、ごえのヘッドバット、しかしオーマイコー、おー、しかしそこへドロボイズからおー、アタサレスラに復帰させない、そのままサル投げた、いや、ゴブですね、もう先が読めないですね、はい、読めない、すごいどん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 とこの攻防どちらが有利かとかはね、もう入れ替わっていくような心臓ゲームのような一戦であります。面白いですね。すごいですね、これ読み合いです。遠藤哲也、しかしここでベルトを取っておきたい。現在この DDT のユニバーサルのベルト、まあ、ドイナルキが獲得しているわけで、DDT からするとベルトが流出している状態ですからね、うん、DDT に取り戻したいという気持ちがあるでしょう。さあ、テイクドラゴンキック狙ってた、ここからドラゴンスペル、もう足を、あー、これを、はい、4の字には行かせない、あー、さあ、動きが速くなってきた、ウィンファイズが膝を打ちつけてしまった、これはここで4の字がダメ、完全に動きが止まってしまった遠藤哲也、これは小林さん、もう遠藤哲也もうロープへ向かうしかないですよね。そうですね、はい、それでは反転させるか、うん、なるほど、はい、反転させて土井成樹の方に痛みを与えたい、しかし反転させません、土井成樹足にこんだけダメージやるとやっぱり反転させるのが難しい。なるほど、はい、しかしこれは体格差で力で動きました。見てもこっちもちょっと足が痛くなってきましたね。なるほど、伝わってきますね、痛みがね。これは見てますね、もう、ああ、これは土井成樹が、ああ、ありがとうで迎撃、そのまま、さあ、おお、すぐに起き上がった土井成樹、おお、しかし、エクスプロイダーの状態で投げる、さあ、決まるか、ああ、これは、まだ返していきます、土井成樹、ここ今、攻め取っていきたい、小林さんね。そうですね、そうですね。はい、ここでどれだけダメージを与えることができるか、今は大きいですね、はい、はい、さあ、そのまま、おお、わー、これはリスクが大きい、さあ、この状態は土井成樹の必殺フルコース、バカドリスラディキック、さあ、決まるか、おお、返した、遠藤返しました、これには土井成樹も驚いた表情、いますね。いや、今もう谷さんもわーっていうね、いや、もういい表情すぎて、いい試合すぎて、そうなってくると、まさか土井成樹はあれを出すのか、あの新宿フェイスでこのユニバーサルのベルトを奪取いたしました、マスキュラーボムという技があります。おお、足生きてる、どうだ、そうですね、すぐに、ほら、行け、立ち上がれないか、まあ、どっちも頑張れなんだけど、腹
原島さん、今遠藤選手に行けと。いやでもね、はい、全土井成君も両方応援してるんで、はいはい、これはちょっと時間がかかってしまいましたかね、小林さんね。そうですね。おお、しかしすぐに向かっていく。あ、おお、ここでオーバーエンドキック。ちょっと当たりが浅かったですね今。なるほど、うん、しかし遠藤何かを狙っております。このコーナー上何をしようというのだ。何君、おお、何君、何君、これはこれは徹夜です。ダイヤの一瞬、素晴らしい。さあ決まるか。これは返した、返していった。ならば痛む膝を押してでも、こちら全開式トイトルパワー。さあ決まるか。もうチャンスですね、小林さんね。もう最大のチャンス。さあ、遠藤、これはコーナーの上から世界一のパーフェクトサーブ。決まった。そうだ、決まった。遠藤哲也、DDT ユニバーサル新チャンピオンだ。小林さん、いかがでしたでしょうか。いやー、よく最後踏ん張りましたね。はい、遠藤君、はい、耐えましたね。膝の痛みが耐えて、はい、ちょっと大橋徹選手が邪魔になっちゃったみたいですけども、はい、原島さん、いかがだったでしょうか。はい、すごい試合でしたね。そうですね、日本王者遠藤哲也。ハニーさんがもう本当に、もう本当に見ちゃったんですけど、ね、キラ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 してて文句なしの試合でしたね。そうですね、はい、もうプロレスラーってかっこいいですね。新チャンピオン遠藤哲也がユニ